今夜もハーレーの時間がやってまいりました。ということでですね、今日のお題はハーレー三大立ちこけ原因ということでやっていきたいと思います。はい、でね、じゃあ早速やっていくんですけども、車両のね、どういう時にね立ちこけが多いかっていうのはね、まあ、一番多いのがねですね、まあ、ちょっとやってたんですけども、こちらのねフロントブレーキをねかけて停車した時に転ぶっていうパターン結構あるんですよ。でね、ハーレーっていうのは他の国産車ですとかそういうのに比べてこのねフロントブレーキがねすごい強いんですよね。でリアよりもフロントの方がやっぱ強いので、必ず止まる時っていうのは、両方この優しいタッチでバランスよくかけてください。はい、片方だけかけるんじゃなくってやっぱりね両方かけてください。これで、はい、でこれでねだいぶね立ちこけもね防げると思います。あとね、多いのはですね、まあ、横断歩道ですとか信号から青になった瞬間こう発進しますよね。その時に横断歩道で動けようとした時にやっぱりね歩行者の方がいたりとかして曲がってる時にブレーキかけて転倒するってことが結構あるんですよ。あとそれとかね、前の車両がやっぱり同じように右折して、で自分も右折しようとした時に前の方が止まった時に、車両が止まった時に自分も止まろうとして転ぶっていうパターンですね。なのでね、そういう時もねやっぱりねリアブレーキねやっぱり使ってください。それでね、急ブレーキかけたりですとか、あまりにも車間距離がなさすぎたり、あと歩行者の距離がなさすぎたりとかすると、やっぱりね、同じようにね、まあ、焦ってブレーキかけてしまうので、やっぱりある程度余裕を持ってかけるっていうことがね、やっぱり大事だと思います。なのでね、あまり急ブレーキかけずに優しくかけてくださいね。これだけでね、だいぶね、立ちこけね、防げると思いますので、ちょっとね、試してみてください。はい。これがね、まず、一つ目ですね。はい。で、二つ目なんですけども、サイドスタンドですね。でね、このサイドスタンド、ね、ちょっと見てもらうと分かるんですけども、これをね、まあ、ハーレーって降りる前に皆さんサイドスタンド出されると思うんですよ。これが中途半端なところまでしか出さなかったり、まあ、出したつもりでね出してなかったりとかして、でこれも車重かけるとやっぱりこれが戻ってしまって転倒してしまうんですよね。転んでしまう。だからね、必ずねこれ最後まで出してください。で出した後必ずこのチョンチョン、このチョンチョン、これが大事ですからね。もう一回見られますよ。このチョンチョン、これ出ましたね。これ確認してからこれ車重かけてください。これ、はい、これね大事です。はい、このチョンチョン忘れないようにしてください。でこれをしておけば、あともうね車重がかかった時にね、もう爪がついてるのでこうロックかかってるんですよ。だからね、これロックかかって車重かかってしまうと、これね、戻らないですよ。これ。ね、戻らないですよ。なので、もうこれで車重かかってみれば安心なので、もうこれだけでね、だいぶ違うと思います。はい。これもね、やっぱり立ちこけの原因でね、あるのでね、これ気をつけていただければと思います。はい。でね、これが二つ目。で、三つ目。三つ目なんですけど、信号待ちですとか、待ってる時に、横風からで倒れるということが結構あるんです。で、ね、ハーレーって、やっぱり大きいじゃないですか。こうやってね。だから風圧を受けたりするとその面積が大きいので、結構ちょっとした風でもこう危ないなっていう時にあると思うんですよ。で海ですとか海沿いのところで信号なんかあるところですとか、そういう時でもうわーっと開放されちゃうんですね。そういう時にちょっとなんかこうヘリコプターとかドローンとか来てこうわーっとか手振って油断した時にわーって風が倒れちゃうみたいなこともよく聞きます。なのでやっぱりね信号待ちですとかちょっとやっぱり風が強いところ、まあ、時なんですけども、やっぱり油断せずにちゃんと両足ついて、ハンドルから手を離さずにね、いていただければ、これでもね、やっぱりだいぶ立ちこけってね、防げると思いますので、ちょっとね、この辺ね、いくつかね、心がけていただくだけでもね、だいぶ違いますので、ちょっとね、立ちこけね、やっぱりしちゃったなとかいうときに、なんで立ちこけしたんだろうなっていうのをもう一回考えていただければね、だいぶ回避できると思いますので、そこを心がけてみてください。あとね、最後になんですけど、やっぱりね、初心者の方、ハーレー買ってね、1年ぐらいの方にね、やっぱり多いんですよ、立ちこけって。なので今言った3つのことをね守っていただくだけでだいぶ減ると思います。はい。なのでまず急ブレーキかけないことですね。優しいタッチで両方かけてくださいっていうのと、サイドスタンド必ずこのちょんちょん忘れないでねってことですよね。あと海沿いですとか風圧の強いところでは、まあ、油断しないってことですね。はい。これかけていただければと思います。ということで今夜もハーレー、三大立ちこけ原因でした。ありがとうございました。はい、皆さんですね、お疲れ様です。ということでですね、私がですね、今日来ているのは、この、どこにジョコ、あ、ジョコジョコじゃない、ピョン吉が出てくるわけじゃないですよ。はい。ね、このハーレー純正の、ロング T シャツになります。はい、お値段が8341円です。こんな感じです。
全国ね通販もやってますので、ぜひお問い合わせください。